どうもこんにちは、なっちでございます。はい、8月の3日なんですね。現在ね、間違えました。 ID を晒しました。はい、ということで今回こちら使っていきましょう。アルテミス、光のアルテミスでございます。サモンズボードにもアルテミスがいるということで、まあね、ほとんどの最近ソシャゲって神話とかを元ネタにしますから、まあ、大抵のゲームにはいるんじゃないのかなと思います。はい、まあ、ただ設定は変わってないですね。狩猟神っていうね、弓は持ってて猟犬みたいな子もおります。ちょっと可愛いけど、なんかワンちゃんね。はい、ということで使っていきましょう。スキルが最上段1列を光に変化、毒とお邪魔を回復に変化と。で、覚醒はね、なんか面白いのが3つついてますね。で、リーダースキルが光を6個以上つなげて消すと 3.5倍、回復の十字消しで半減2倍と。なんで列プラス回復十字ですね。だから難易度はすごい高いんですよ。ただまあ半減できますから実質 HP2 倍みたいなもんなんで、それは嬉しい。これでいきます。で、フレンドがいなくてビオランテで作るしかなかったっていうね。さあ行きましょう。十字ね、頑張ります。ヨグ頑張って。まあ、ヨグがいるんでね、大抵は大丈夫かと思いますけどね。なんであんまり浅いフロアで使いたくないので、変換を。この辺は一旦光を出したい。降ってこない。こいつバインドしない系サタンだもんね。なんで出します。色をこうします。嘘だろ、ゼロはないぜ。ゼロはこいつがワンパンできる保証もないのに。まあ、できてほしいんだけど。今度は回復がありません。次発狂しちゃうよね。笑えないな。しかも毒とお邪魔がないと回復作れないから、これ使っちゃうか。大凶消去使っちゃいます。他はね、ヘイストがあるんで後から使っていきたいので、とりあえず列を入れて、2列入れちゃおう。2列入れて十字も入れちゃいます。どうでしょう、これかなり火力出るんじゃない。光の落ち込みも入って凄まじいね。なんならアルテミスが一番出てるな、火力な。嘘だろ嘘だろ。ヨグもね、マルチブーストがなければめちゃくちゃ化けるわけではないので、ちょっとじゃあ貯めていこうかな。悪魔キラーも入りますからね。相当な火力がさっきぶち込まれたんでしょう。ここらでいきます。十字を組み、こんな感じでいきますか。余裕でワンパンですよね。ですよね。あ、でも2列ないとちょっと火力安心できないかもな。すごくないこれ、逆に。どういうこと。ドロップしてくれたら面白かったのにな、これ。まあ、動画として残ってるからいいんですけど、すごいと思うよ、これ。3連続はなかなかないよ。僕もね、こんだけ長いことね、このダンジョンやってきましたけど、多分3連続は初めてですね。形態がね、変わったとはいえ。はい。悪魔キラーがあるんで、まあ、ここは行けてほしいですね。3回目のサタン。討伐。ドロップは一向にしません。待て待て、突然めんどくさい。突然めんどくさいぞ、これ。落雷突進溜まっちゃったし。とりあえず、そう、列は組まないといけないから、まあ、僕に作戦があるんでね、そちらを披露したいと思います。一旦ここは、見送って、で、ヨグを使います。もったいないけど。ヨグを使うことによって、6コンボいけるんではないかと、僕は信じております。ほら、なんかいけそうじゃない？雰囲気的に。2.38、 相変わらず短い。超高速で組みたいから。 OK です、頑張ります。でここに組めばいいんだよな。だもんで、行くよ行くよ。こうしてこうしてこう。はい、来た。なんなら倒したと思うよこれ。ありー。あ、そうか、十字がないからか。そうかそうか、
十字が必要なんだもんな、大変ですわ。列回復はありません。いや、こういう時にさ、あのさ、なんだっけ、ジャンヌダルクじゃなくて、あのガンコラのボスのおじいちゃんデュランダルフか、あいつがいたらさ、ね、無駄ではないよね。アシストボーナスももらえますし、バインド回復もできますよっていうね。そうかそうか、キリン武器か。これまずいな。思いのほか相手が悪魔タイプじゃないと火力が出ないことが判明しました。作っていきましょうか、回復で闇を挟みたいな。こうしてこうしてこうして、はい。いや、火力が出ないんですよ。光ゼロだし。辛いぜ。戦士たちのマーチ。落雷突進。めっちゃスキル使ってるけど大丈夫かこれ。7コンボ強化とかも特にないんでね、ひたすらこれを繰り返すしかないわけなんですけど、火力が出ないんだ。コンボ吸収されちゃった。闇を光り、火を回復。悪くないね。ただそれで倒せるかって言われたら怪しいんだよな。ポカリもあるから、まあ使っちゃっていいか。どんどんこれ使っていかないとキリがないね。使って、あー悔しい。あー、そこに置けばよかった。バカなんですか。吸収があるんだった。なんかもう最後の演奏らしい。気が早いぜ、ミオンさん。雲がある状態で僕が十字を組めると思いますか。いいえ、組めません。組めてなかったわ。さよなら。普通のキャラが100万のダメージを飛ばしてくるのやばいよね。レツパの天敵ということで、もう終わっていいんじゃないかなってぐらいね、絶望を感じたよ。これ無理じゃない。この子でさ、降臨ラッシュすら厳しいんじゃないか、もしかすると。全員にキリンつけたところで感もあるし、悪魔タイプを引かないといけないし、絶対にエンハは必要ってこと分かっちゃったんで、ポカリにエンハをつけまして、ポカリじゃなくていいんだよ。もうなんか列がめちゃくちゃあるキャラクターを持ってこう。列、ティファか。ティファ持ってこう、ティファ。てか、なんかコンボ強化とかあった方がいいんじゃね、これ。列にこだわるからいけない説がある。なんか、イデアル、イデアル。いや、でもイデアルはなんか使わないっていう。悪くない、悪くない、悪くないけど、なんか育成からスタートだからいいや。コットンで我慢しておきましょう。コットンに、コットンにあれをつけます。アポロもいいけど、アポロより火力が出るやつがいるんで、お前だ。これならね、ボス前までいければなんとかなると思うんで、ちょっと頑張りましょう。これでダメだったらもうダメ。はい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 、ここはまず組んでいきますよ。よいしょ。で、3回が、まあ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 。どうしようかな。とりあえず色がないから。こいつなんか変換とかしてこなかった気がするんだよな。今はむしろ光とか作ってほしいんだけど、作ってこない気がするんだよね。盾を張りましたね。で、これでまたダメージを与えちゃうと、さらに盾を張る気がするんですが、ダメージを減らす系のね。さあ、火力どんなもん出ますでしょうか。おお、いいね。で、盾張るよね。ですよね。で、ここで列組のこうしてこうしてこうして
これでまあ倒したでしょう。いやパズル自体はすごい楽しいよ。十字とね列ってすごい楽しいんですが、ですがががもう溜まった？早いな。この人ワンパンしたいよね。めんどくさいよね。耐えちゃうとゴーンしちゃうんで、落雷突進があと1ターンと。これ使っちゃいましょう。これ使って短期決戦を仕掛けます。落ち込ん、光の落ち込ん欲しかった。お、いけるね。ミオンが特別強いんだな、あれ。多分。それで絶望したけど、意外とこの辺やっていけるもんね。そうですね。とりあえず毒でも作ってもらってから、耐えれるかちょっと不安だけど、作ってもらってからアルテミスを使うなりして倒したいと思います。この盤面でいけそうなんで倒します。色があるんで。毒の、闇の、ここに十字の。あー、ちょっと組む場所ミスったな。他の色が全然消えない。しかし相手は悪魔タイプ、弱点属性。さようなら。なんとかなりそうじゃない？ 6 階まで来ましたよ。ここが倒せればなんですが、やばいやばいやばい。こいつは絶対やばい。やばいじゃん、そんな。そんなんやばいじゃん。ヨグ使って運ゲーみたいな感じですよね、これね。ヨグ使ったとこで運ゲーだよな、そうだよな。やるしかないか。ヨグル。とりあえず一発目のヨグを使って、一発ヨグの、こうだな。これで落ち込んが来てくださいと。よし！よし！絶対来ないと思ったけど来たわ。素晴らしい。これ勝てそうですね。アテナちゃん。ここでアテナちゃんはちょっと優しいな。だがしかし、消す色がありません。消す色ないよね、これね。落雷突進で一回ちょっと削る？ヨグは使えないよな、ここで。ヨグは最後に取っときたいから、これもさ、今お邪魔と毒がないからさ、どうしようもなくて。で、アテナの最初のダメージを受けれる保証がないので、どっちかだな。これかこれか。こっちだな。こっちを使って一旦削ります。で、盾を張らせます。盾を張らせて、その間に僕は回復を出して、次のターンに倒すという戦法でいきます。はい、完璧。硬い硬い硬い！危ねえ。怖えー。2列組めますね。よし、倒しましょう。ストームパニッシャー着とったら多分、死んでましたね。多分ですけど。よし。ちょっと回復しきれ、優しい。めちゃくちゃ優しい。体力もちょっと不安だったんだよね。これ使って倒します。まずい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 。いやでも、使うしかなかったもんな、今んとこはな。だから、先生が来ないことを祈って、突破するしかねえという状態でございますね。任せてください。もう敵は、決まってるはずなんですけど、出ないことを、祈りましょう。なんか長い。そうだ、ティターニアか。もっと欲張ってよかったな。よし、とりあえず突破はしましたね。先生はやめてくれ。リンシアもやめてくれ。なんか軽いやつでお願いします。お願いします。はははは。じゃけんなよ。無理だわ。無理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 。無理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 。はい。まあ、実質勝ちでいいよね。もうあんなやつね。ほっとこう。はい。ということで、使ってみたんですけど、まあ、パズルが楽しい。ってぐらい。正直ね、めちゃくちゃ強いわけではないね。まあ、星6だし。ただですね、これですよ、これ。これを素で持ってるから、これが9倍なわけでして、光属性なわけですよ。これはね、今後ヨグパとかで使われる可能性が非常に高いので、一応いると安心かもしれませんね。僕はね、近い未来、この子を使う可能性を
感じております。特にあのねヘキサゼオン系とか来るとね、あの横に進化素材がいる系、あれが今後も来るんだとしたら活躍間違いなしかと思われます。はい、ということで以上ナッチでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。